笠松駅は、岐阜県羽島郡笠松町にしかないにある、名古屋鉄道名古屋本線、竹花線の駅である。駅番号は、NH56。快速特急、特急停車駅で、日中は、名古屋本線の特急と竹花線の始発列車が、当駅で接続する。名鉄岐阜から、竹花線へ直通する急行は、当駅から普通になる。朝夕の一部には、 全域間を普通で走る名鉄岐阜羽島市役所前、新羽島間の列車が設定されている。2001年までは、竹花線、羽島線内でも通過運転をする休行が設定されていた。竹花線、羽島線の列車は大半が当駅で折り返している。名古屋本線には当駅で折り返す列車は存在せず、すべて名鉄岐阜駅まで運転されている。 ミュース会はすべて当たり駅を通過する。笠松競馬開催日でも、臨時停車は行われない。笠松付近の駅名変遷島式一面、相対式一面の参戦ホームがある。竹花線関係が一番線、その他の列車は2.3番線を使用する。有効長は一番線のみ4両編成分しかない。2.3番線は8両編成分まで、対応している。 2.3番線はカーブしており、停車する列車は大きく傾く。1番線の西隣に留置線がある。なお1番線の急カーブ部分には列車が停車しないようになっている。また、ホームの側面には馬の掘り込みが描かれている。改札口は2つあり、中央改札口は竹花線と名古屋本線の間、東改札口は 名古屋本線の東側にある。中央改札口は、友人で、駅の本屋となっていて商店が入った、ミニ総合ビルにある。ロータリーには、タクシー乗り場と笠松町公共施設、巡回町民バスと、疑南町コミュニティタクシーが走っている。ただし、疑南町コミュニティタクシーを利用するには事前に、電話連絡が必要。かつては、岐阜から、 笠松駅を経由して、八島、市宮方面へ行く、名鉄バス、川島からの笠松駅へ、笠松駅から新岐阜へ行く、岐阜バス、岐阜市、コミュニティバスの触れ合いバスと、宜南町巡回バスの二次バスがあった。東改札口は、急変電所を流用した、レンガ作りの駅舎で、笠松競馬場への来場客を裁くための、 臨時切符売り場があるが同競馬場上の観客数の低迷により、ほとんど使用されていない。改札口近くには、有料の駐車、駐輪場がある。こちらは2004年3月の SF パノラマカード。導入までは係員がいたが、導入後無人化された。エスカレーターのみでエレベーターはなかったが、2008年度、下期からバリアフリー工事を行い、 2009年3月にエレベーターや発車票が新設され、ホームのかさ上げも観光した。竹花線の駅では最も利用客が多いが、特急停車駅としては少なめである。かつては、木曽川堤駅東駅間に、東笠松駅、東駅疑南駅間に、下徳田駅、八木駅、飲食駅が存在した。また、当駅西笠松駅間にも、 笠松口駅があった。AB 渡り正彦、岐阜駅から見た、名鉄の印象、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、168ページ。名古屋鉄道株式会社、この駅この町沿線散歩、名鉄100駅名古屋鉄道広報宣伝部、1986年、15ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、570ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、1072ページ。大田隆行、輸送と運転近年の動向、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月。 46ページ。清水武史、名古屋鉄道各駅停車用泉社。2016年、66ページ。ISBN 978から4から800308009。ABC、笠松路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会。 鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図、令和2年度移動等円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。名鉄120年市編纂委員会事務局。名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道。2014年。 160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。岐阜県統計書岐阜県統計書、岐阜県統計書岐阜県統計書岐阜県統計書、岐阜県統計書岐阜県統計書岐阜県統計書、岐阜県統計書岐阜県統計書。 岐阜県統計所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 ,統計所新加松駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。